今日の主役のなつみちゃんです。ちょっとなるべくバラバラに見えるように。実際はもう少し前に手元のとこすごくしっかりから見えるので、その深い赤をですね寄せるので再配ていただいたという今日でも白も捨てがたい。この着物を見るたんびにちょっと雰囲気が違って見える。はい、はい、それでは梅根の YouTube 動画始まります。北九州小倉の梅根呉服店店長の梅根でと北脇原です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、実はあの先々週に、ご来店いただいたフェリストルのお客様がいらっしゃいまして、その時に大体着物と帯と、まあ、小物の一部は決まったんですけれども、なかなか、そのもう最後の部分ですね。で、私がこれって思う色がその時なかったので、はい、お取り寄せをして、それを改めて見に来ていただくという形で今日ご来店いただいてます。はい、で、最後のねパーフェクトな感じのコーディネートが出来上がるところをね皆さんに見ていただけたらなと思いますので、はい、登場いただきましょうかね。はい、はい、もう早速お嬢様が今ねスタンバっていただいてますので、はい、はい、皆さんのご期待を、はい、期待してください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ということで、じゃーん、来ていただきました。今日の主役のなつみちゃんです。よろしくお願いします。ここからは私はちょっと天の声に、はい、こうさせていただいて主役は、ね、なつみさんで、そうですね、よろしくお願いします。で、前回ね、ご来店いただいた時に着物と帯と半襟、重ね襟、このあたりまではね一応、この感じでいきましょうということでね決まってますので、そのあたり大丈夫ですか。はい、はい、大丈夫です。で、ここからあと帯締め、帯上げとですね、そのあたりを今日合わせたいなと思ってますけれども、はい、一応前回帯締めがこの白をね当ててました。ちょっと一回これつけてもらいます。はい、はい、はい、今もねちょっとねお母様とも話してましたけど、改めて見てもすごく豪華なね振り袖で、はい、実際はもう少し紐元のとこ前にねすごくしっかりから見えるので、出ればいいからね。よく似合ってある。出ればいいからね。豪華ですよね、すごいね。おお。はい。前回一応この辺りまでコーディネートして、うん、で、はい、帯揚げをですね、赤い帯揚げがいいかなって話をしてたんです。お店にあった帯揚げ、ちょっとこれ当ててみましょうか。この帯揚げだったんですね。これが悪いというわけではなかったんですけど、私の中でもう一色。もう一色こう深い赤の方が店長のこだわりがですねいいと思いまして、ちょうどお店にその分深い赤がなかったのでですね、ちょっとしてみましょう。その深い赤をですねちょっと寄せるのでということで再配点いただいたという今日ねそういう状態になってますけれども、店長のこだわりがですねそう、画面上ではちょっと分かりにくいかもしれませんが、ちょっとね明るめの赤なんですね。まあ、昔の赤に比べたらちょっと深いんですけど、それでもやっぱり着物の中にある柄の赤よりは少し明るいので、明るさがあってこれはこれでねいいと思うんですが、ちょっとこの2色よかったらね新しく入った分を見てもらって、はい、じゃーん、はい、こちらがこだわりを重ねてこだわり抜いた、はい、濃い赤、はい、でその中間の赤ですね。じゃあちょっとね両方入れていきましょうね。はい、個人的にはねすごく濃い赤ね、いいなと思ってるんですけども、あとはまあお客様のね判断もありますし、この赤はねまたちょっと可愛らしい赤なのでね全然悪くはねないですけどね。そうですね、個人的にはもう一色深くしたかったので改めて来ていただいたっていうね、本当に赤同じ赤でもすごく種類がたくさんあって、まあ織とかによっても変わるんですけれども、こういう感じでちょっとね深い感じになりますね。本当ちょっとね深いだけでねすごく雰囲気変わりますよね。今結構ライトをねバンと当ててるのでね、うん、またちょっと見え方は違うと思いますけれども、ね、ちょっと可愛らしい赤からね、うん、ちょっとかっこいい感じの赤にね変わっていきましたよね。どうですか、なつみちゃん的には。ちょっとかっこいい、ちょっとかっこいい、うん、そうね、かっこいい系がいいんだよね、はい、もう一色ちょっと、はい、もう一色入れてみましょう。もう一つかっこいい感じ、もう一つかっこいいよ、ちょっと渋い感じ、ちょっと渋い感じの でも全部合ってるのでね、あとはもう本当なつみちゃんが、そうですね、どれが好きかで選んでいってもらったらいいと思います。うん、どうだろう、こっち一番深いやっぱり一応するよ、こっちと、それも綺麗よね、そう、どっちもね悩ましい
かい感じ、まあかっこいいなこの上かな、やっぱね、ガチで、はい、じゃあちょっとこの上の方でね、もう一回ちょっと待っていきましょう。お母様大丈夫ですか？お母様、お母様はどうでしょうか？大丈夫です。大丈夫ですか？かっこいいのがいいね。かっこよくしたいってね、ちょっと ね、前回もね、ちょっとかっこいいコーディネートでってね言われてたので、まあ、他にもね、あの白とか当てて帯締めを変えたりとかもできるんですけど、まあ、個人的にはその今ちょっと胸元のところ着物が無地感になっているので、ちょっと赤を入れてあげると下のね、あの柄とのバランスも取りやすいかなと思うので、私はちょっと赤をおすすめかなと思いますね。どうですか？かっこいいです。かっこいいかな。です。帯締めもその白はそれで大丈夫？うん、他の色、はい、大丈夫。ちょっと帯締めもおしゃれが決まったくて、うん、ちょっと変えてみましょうか。うん、そうですね。色のあるものでもいいかな。うん、あ、ワンちゃん。ワンちゃん。何色がいいかな。誰でいきましょうか。ちょっと 見えないと、カメラにはね、ちょっと映ってませんが、すんごいたくさんあるんですよ。今ね、ちょっとそこからね、店長がまたちょっとこだわりにこだわりで選んでます。多分ね、黄色とかその他の色を入れるよりは、今ある着物の色とそのバランスでね、はあまりたくさん色は入れない方がいいと思うので、こういう感じとか、あとは逆に黒地の帯なんでね、あの黒ちょっと乗せてもらったら分かるけど、ちょっと外して、はい、覚えてね、さっきの白みたいにははっきりは出ないから。うん、黒だけどね、ゴールドとね、ここパールが入っているから、うんうん、そんなにね、こう沈んだ感じにならなくていいよ。統一感がすごい。そうですね。そうですね。お土産がね、このちょっとこうかっこいい系になったのでね、うん、うん、これもいいですよね。白の方が明るさはあるけど、さっきお母さんも言われたように統一感はね、黒もありますよね。あ、まだね、この白も入れてなかったですね。そうそう、この白があと、こういったのもあります。入れてみようか。はい、お願いします。はい、はい、こういう感じですね。うん、すっきりですね、すごい、うん、でも白も捨てがたい。明るさが出るからね、少しね。まずね、じゃあ今度こっちね、はい、はい、お母様的にはどんな感じでしょうか？そうですね、今からつけるやつが私は一番、うん、これですか？はい、白と黒と両方入ってる感じ。そうですね。いいとこ取りなのかもしれない。でちょっとなんかこう襟に使ってるパールのやつとも色が、あ、そうですね、確かにさすがお母さんいるから、はい。同じ白でもちょっとこう少しベージュがかってるというかね、はい、感じがね、統一感がありますね、本当にね、これだとね、ちょっとこれぐらいかな。はい、どうでしょうか。あ、確かに、うん、お襟ともね、すごいちょっと統一性が出ていい感じですよ。うん、これかわいい、これかわいい、はい、全部似合ってるからね。この前撮りとね、当日変える方もいるのはいらっしゃいますね。そうですね、本当に、ね、迷われた方はよくね、前撮りのね時と、あの本番の時とちょっとこういろいろコーディネート変える方もいらっしゃいます。うん、どうでしょうか。これかわいい、これかわいい、うん、これで最初のとちょっと一応ね、最後グレーでしたね。それもちょっと色が入っててね、あの綺麗だったけど、そうそう、こういう感じだったんですけどね、うん、豪華さは今つけてる、こっちですね、本当、うんうんうん、色も OK、はい、大丈夫ですか。こっちで豪華さも大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか。こんな形でね、はい、じゃあ帯締めはこちらで、はい、はい、あと、はい、長襦袢も前回、見ていただいたんですが、そうそうそう、もうね、店長がね、もうこだわってこだわってね。通常こう、まあ、これちょっとね、はい、振りぼかしのね、襦袢ついてる、これだとやっぱどうしてもちょっとお袖の内側から見えた時に、ね、がっつり見えるわけではないんですけど、ちょっとこう風が吹いた時とかね、ちらっと、ほんとちらっとだけなんですけど、多分ほとんど の、 あの振り袖のこうセットとかだと、うん、ピンクとかのね、一色だったりとかもこういう振りぼかしがついてくると思うんですが、うん、せっかくのこの着物の雰囲気だと、そうなんです、ここも深い赤がいいなと思いまして、あの、すごお取り寄せしてますので、ちょっと見ていただいて、はい、
こういう感じがめちゃめちゃいい色です。微妙に色が違うんでね、ちょっと日本じゃ、はい、ちょっと微妙に違うんでね。そうなんです。今最初に出した方が深い方の赤なんで、ちょっと価値が明るいですね、うん、この辺りの色がどうかなとか。でちょっとじゃあお袖の内側に、ちょっとお袖の、ね、内側に出てみましょう。はい、ちらっと覗いた時に出る赤がこのぐらいの赤、こんな感じ、着物にある赤とね、ほぼ同じ色っていうか、うん、どうですか。あの最初の振りぼかしよりやっぱりちょっとこう合ってますよね、うん、こっちの赤の方がね、はい、でもう一つちょっと明るい方ですね。ほんと微妙なんですけどね、こういう感じ。違う、これは綺麗ですよね。ちょっと明るい方が違う、ね、いい気がする。いいですよね、はい、これ全然ピンクと違ってね、そうでしょう、はい、見えないところにもおしゃれですね。ということで、あのこれをちょっと準備させてもらいましたので、いいですかこれ、はい、はい、じゃあお地盤はこちらで、はい、はいはい、じゃあこちらに決まりました。ありがとうございます。はい、お草履とバッグもねめちゃめちゃ豪華な、ね、夏美ちゃんご要望のちょっとこう背が高くなりたいという方で、はい、こちらのなんと4段でございます。これでちょっと身長が漏れますね。でちょっとこういう感じですね。で、はい、バッグを持っていただきましょう。はい、はい、という感じで完成です。すごい、どうですか、かわいい、ね、パーフェクト、かわいいし、そんなあなたがかわいいよ。パーフェクトです、はい、ありがとうございます。まあ、本当ね、あの細かいところもちょっと色をね少しこだわってね、うん、させてもらってよかったですね。よかったです。ありがとうございます。楽しみですね、お母様。はい、それではこれでね、はい、完成です。はい、ありがとうございます。もう大丈夫ですか、ね、全部ね、はい、言っていただいて、はい、夏美ちゃんからの感想は、今カメラに向かって一言どうぞ。完璧です。完璧です。完璧いただきました、はい、ありがとうございます。まあ、こうやってね、細かいところまでねそれぞれこだわりながらね、私どものお店の方コーディネートさせていただきますので、はい、今回本当リアルに、うん、ね、選んでいただくシーンをこうやってね撮らせていただきました。今日はね出演いただいてありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、これでね、はい、終わりたいと思いますけども、はい、またこの動画がねいいなと思った方ぜひね、チャンネル登録やね、高評価ボタンの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。またコメントなんかもねいただけるととても嬉しいです。どしどしお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、またね、ありがとう。ちょっとなるべくガラガラに見えるように、よいしょ、よいしょ、実際はもう少し前にガラクって襟、襟元とかすぐねしっかりから見えるので、なんかこの着物を見るたんびになんかちょっと雰囲気が違って見える。どうそうですか。多分、うん、多分だんだんこう形になっとるけ柄の出方が違うけかなあとは思うけど、あ、なんか見るたんびにちょっと新鮮な感じですかね。そうそうそう、見るたびにね、うん、変わるってね。このメーカーさん本当にでも深い色を使うのが上手で、すごいやっぱり今の新しいその科学的なこう染めでは作れない色合いっていうのを出してくれるんで。